3 5 0ンペアナのアベンジャーとは、当時の川崎航空機工業が1967年から1971年まで販売していた3 5 0 c c にストロークエンジンを搭載した普通自動二輪車である。日本国内での名称は 350A7。アベンジャーはアメリカでのペットネーム。なお、川崎重工業統合以前の製品ではあるが、便宜上、本記事では、 川崎重工業、あるいは現行制度下での川、250A1 で 250cc スポーツモデルの分野を開拓した川崎が 350cc クラスで発表したロードスポーツモデル。基本設計は A1 と共通であるものの、A1 をベースにしたレース車両である A1R で得た技術を投入することにより、さらなる高性能車種として販売が行われた。 250A1 のエンジンを 53.0mm から 62.0mm までボアアップしたエンジンには A1R に搭載されていたクランクシャフト強制潤滑方式インジェクトルーブが搭載されクランクシャフトまでのオイルラインが増設された別設計のクランクケースが用いられていたショートストローク化されたことにより圧縮比7.01で 最高出力 40.5PS7500rpm 最大トルク 4.0kgfm 7000rpm04 加速は 650w1 と同じ13.6秒を達成し650を超えた 350cc という好評を得た 250a1 と同じフレームを採用していたが 350cc であるからには 250cc にない 豪華さも必要という判断からタンクにはクロームメッキが施されシートは当時のアメリカで流行していたタックロールステッチ加工されたシートが装備されていたエキゾーストシステムにはチャンバー容量を増やし二重サイレンサー構造にしたものが採用され W1 と同じ油圧式ステアリングダンパーやキャンディブルーカラーが用意されるなど上位車種を連想させる演出が行われた それでも、基本的に共通の車体設計であるため、重量像はわずか 4kg にとどまり、パワーウェイトレシオで比較すると 250A1 の 4.6kg に、対して 350A7 は 3.67kg と、性能は大きく向上していた。A7 の特別使用車として、分離式メーターや独立ヘッドライト、ステンレス製フェンダー、大型化されたウィンカーを搭載したモデル。 装備の変更だけでなく、エンジン出力も最高出力42馬力へと向上した。1971年2月にマイナーチェンジが行われた後には、正式名称 A7 バイトとなり、タンクのデカールがマッハと同じパターンに変更された。未補走路走行を考慮したアップタイプマフラーを搭載したスクランブラーモデル。1971年2月にマイナーチェンジが 行われた後には、正式名称 A7SSB となり、黒に塗装されたアップタイプマフラーを装着した車両がラインナップに加わった。350A7 をベースにボアを 1mm 拡大 62.0mm から 63.0mm へと変更することによって、排気量をレギュレーション名いっぱいの 349cc とし、圧縮比を7.7。 1位置まで上げることによって出力を 53PS 9500rpm まで高めたモデル。最高速度は時速 220km に達した。ありがとうございます。